はい、こんにちは、黒田です。今日もご視聴ありがとうございます。今日も来いていただきました竹中優子ちゃん、ちくちゃんです。はい。はい。ブルージャイアントを100倍楽しむの第3話ということで、はい、第3弾。はい。今回はですね、大工がガソリンスタンドでバイトしてて、そうですね。で、モーメンツノティスって曲のメロディーを歌ってるんだよね。はい。ね、ユーミンかなんか知ってるって言われて、全然がらないからあ。そうです、そうです。<laughs> モーメンツノティスのメロディーについてのお話と、デクスターのアルバムが出てきて、そこでこうマウスピースの話が出てくる、今日。はい、そうですね。ちょっと同じものを用意してみました。はい、で、マウスピースが金属でできているということと、うん、激しくて自由な音楽がジャズ。はい、という話と、はい。あと、最後オイル交換してるのかなみたいな話をやっていきい。あ、そうですね。ちょっと話題が豊富でしたね。はい、はい。やってみます。<laughs> はい。まずはですね、モーメンツノーティスのメロディーっていうのは、ジョン・コルトレーンのブルートレ r ンでこのアルバムですね。このアルバム。名盤ですね。名盤中の名盤ですね。もう一番いい状態の、なんていうかな、録、うん、音なのかなと思うくらい。ね、三冠だしね。そうですね、うん。めっちゃかっこいいアルバムですが、ね。この曲のモーメンツノーティスっていうのは、まあ難しいそうですね。ね南極のスタンダードなんだけど、まあ難易度は高くて、うん、なんか上級者向けみたいな。 ジャズ、ジャズオリジナルって言って、まあ、スタンダードって僕らもよく、ジャズスタンダードって言うと、ジャズの中でよく、うん、よくスタンダードとして使われる曲なんだけど、なんかスタンダードっていうのはもともとは、ああいうこう、ミュージカルですから。そうですよね。ね映画とかミュージカルとか、そう,そう、そういう歌の、うん。ね。これはジャズオリジナルって、ジャズミュージシャンが書いた曲の一つなので、うん、ま、ちょっと、特に、 コルトリンがやったのは何曲だよね。そうですね。ドラマーも小説数が半端なので。そうですよね。最初、何やってんのか分かんないみたいな。で、毎回決めが来るみたいな。<laughs> ちょっと難しい曲なんですが。多分、この大君はイントロを歌ってる。歌ってる感じですね。一番冒頭のところです。そう。で、あの、本当のメロディーは、実際のメロディーは後半のとこだよね。あ、そうです。大君歌ってるとこちょっと吹いてよ。<music> 歌ってるよね。そうです。このダーだった伸ばすところに、ねねね、本当のメロディのとこはその後のやつ。本当のメロディのとこはここの部分が多分メロディって言うと僕らはこっちの方を思い浮かいそうですね。この曲ってイントロとメロディがすごくこう同じモチーフを使っていて、ねうん、イントロでは伸ばすタイプのメロディの作り、うん、で あの、今の本当のメロディーのとこは、ドラムやバンドでこう、決めをしながら、リズミカルにく感じ。なるよね。で、この曲やろうかって言ったら、パー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 の方はやらないよね、あんまり。あ、そうですね。だからイントロからやろうかってなれば、パー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 って吹くんだけど、テーマからってなると。そうそうそう、テーマからってなると、そこの部分をやらなくて。最初、あれこれ、メロディー違うと思ったけど、あ そうか、イン,トロね、イントロの部分。でも、イントロ部分ってその曲を始めると最初の部分のところだからそうです、そうです。頭、このメロディーから始まってるので、うん、それを歌ってたんです、ねうんうん。すごい純粋な感じがしますね。<laughs> はい。で、実際のメロディーはまあ、そう、そうそっちのメロディーでっていうことですね。すうん、なので、一番最初のモチーフって1回しか出てこないもんね。出てこないです。うん、もう、あとテーマは、あの、リフの、うん、そうそうそう。メロディーの方だもんね。メロディーの方。はい、ということでございました。えー、で、 えー、デクーのアルバムでクラブハウスっていうアルバムが、これ結構そうそうたるメンバーだけど、僕はあんまり聞かなかったですが、聞いてみたらすごいハードバップでかっぽい,いアルバムですね。すねまあ、ハードバップの代表と言ってもおかしくないぐらいのこうサウンド感なので、うん、よければ切る。で、ここをダイ君が見てて、このマウスピースが金属で、これどう考えても金属でできてるよえー、ちくちゃんこれ今日金属。そうです。今日はこの、 デクスターが、えー、実際に写真で吹いているものとほとんど同じ。というか、あの、当時のそのデクスターが使ってるオットリンクのメタルを再現したというモデルが最近出たんですよ。あ、それなのそれ、それをちょっとね、あ,あの、下の楽器屋さんで <laughs> 借りてきました。テナ <laughs> は、まあ、その、サックスの中ではなりにくいから。そうなんです。なりが、 そう、えっ、ー、と、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンって、まあ、4種類ぐらいが、えっ、ー、と、普段演奏でよく使われてますけど、うん、アルトがやっぱり一番最初にあの開発されたので、一番なりがいい状態として作られて、うん、で、テナーはその後で作られてるので、うん、まあ、缶の長さをこれぐらいにしたらバランス取れるかなっていろいろ工夫はされてるんですけど、うん そのサックスの中では一番なりにくいってされていて、うん、だからだと思うんですよね。メタルを使ってる人は結構多くて。うん、ダイ君んですこれダイ君のは、このオットーリンクっていう、えー、まあ、メタルの中で有名なんですけど、うん、そうですね。はい。それのラバープラスチックのような素材ですね。うん、そっちのモデルを漫画では、であの、使っていました。うん、だから、あの、メタルのマウスピースを多分知らなかったんじゃないかなと思うんですね。うん そこに来て、これを。ああこれつく聞き分けしたい。じゃあ、これがメタルの音です。うん、じゃあ、これがラバー。ちょっと柔らかい,らかいですよね。柔らかいね。うんはい ゴリゴリした感じはやっぱりメタルの方が、うんうん、はい、出ますね。うね。うん、これでも聞き分けって本当、これ変えたからって言って、他のミュージシャン全然わかんないからね。そうですよね。管楽器奏者だったらわかるかもぐらいですね。ぐらいのね。うん、でも、あのー、この間もやってたんだけど、番ン付でさ、あのー、 芸能人格付けのやつあるじゃんチェックのやつで。はい、あれ、大体俺は、楽器は大体わかるんだけど、聴き比べるとわかるけど、あれ、それでちょっと調べてて、あのー、高島千作さんが、あの、バイオリン、ストラディバレスでやったけど、や,やっぱ聴き比べると絶対こっちってわかるし。かねうん、わかるけど、すごいビサだし、で、はい、そもそも弾いてる人が上手いから、そうですね。結構どっちも良かったりすんだよ、ね。<laughs> はい、わ<て>かります、わかります。なんか、 安い楽器も味があって良かったりするんですよね。うん。まあ、なるポイントがちょっと狭いから、うん、大変だけど、まあ、楽器としてはね、あの、まあ、でも本当にあの、ちょっとコメントでも書かれたけど、まあ、ミュージシャンの自己満でしょって書かれていや、本当そうですよ。<laughs> ごめんなさい。<laughs> 自己満足。だって、こんなの別に、だって、ドラムのさ、俺のシンバルってさ、25万とか30万するんだけど、あれも別にもともとの値段の2万円だからね。うん だから、30万って言っても買うから売れてる、流出してるだけであって、別にこれ三低下なわけじゃないんですよ。なるほどね、そうなんですね。僕のシンバルあれ、すごいいいし、だからあれ40万でって言って買う人がいたら40万になるだけの話で、<ー>別にジルちゃんが40万で売ってるわけじゃない。 この楽器もそうです。今日は、その大君のイメージをと思って、テナーサックス借りてきたんですけど、うんうん、ジャズだから、もうヴィンテージのこのマーク6っていう19、19560年代の楽器を借りてきたので、これ、借り物なんだけど、百何十万しちゃうんですよ。ああ、なるほどね。 でも、低価としたら昔はそんなにしなかった。あ、そうそうそう。低価としたら、多分、50万ぐらいで買えたんじゃないかなってう。お、うん、わずみされてるのそう。で、ね、昔の人は、これしかなかったからこれを使ってるだけで、うん、今の、その、いろんな種類の楽器と、比べてこれを選んでるわけじゃないんですよ。だから、なんか、吹いてみると、その、ジャズの音とかするんですけど、なんか、アルトサックスも、チャーリーパーカーが使ってたモデルは、私も吹いたことがあって、 それを吹くと、チャーリーパーカーのイメージでは吹けるんです。うん、うん、なるほど、なるほど。あの、弾みやすかったり。<ー>だから当時それを使っていたから、あの弾みのあるフレーズの吹き方や、うん、あの、タッチができたなと思いますなるほど。現代の楽器はまたちょっと違ってたりするので、弾みにくいタイプもあるし。高い楽器イコール、うん、その、ものすごく、 すべてにおいて言いいかった、そうでもないって感じ。あ、そうですね。いかに自分の声とか自分のイメージができるかっていうのがすごい大事な気がしますね。まあ、そ,ねそう。昔さ、うちの知り合いの人がさ、なんかあ、生徒さんだ。だいぶ前に学校の生徒さんかなんかが、僕はあのー、コルトレーンと同じ楽器使ってんですよねうんうん、うん。はいはい,いや。コルトレーンじゃあバランスアクションかなとか思ってたら、うんうんうん テナーサックスいやそんな、<laughs> そんなに広いの <laughs> そんな、そんなそ、そんなカテゴリー広くみたいな <laughs>。すごい可愛いですね。僕ビル、ビレーァンスと同じ楽器弾いてるんですよ。ピアノみたいな <laughs>。やばい。やばい。でも、まあ。 普通の人からすれば、サックス、サックスとトランペットの違い分かんないからね。あ、そうです。だってラッパーって言われますもん、私も。これね、ラッパーって言われるよね。そうそうそう。いやドラムはまあ分かるけど、トランペットとトロンボーンの違い分かんない人もいるよね。いっぱいいます、いっぱいいます。え、トランペットってなんだっけあ、なんか長いやつじゃないか、みたいな。そう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 、そんな感じ。そんな感じです。まあ、徐々にやっていきたいと思いますが、はい。激しくて自由な音楽はジャズ。 まあ、おしゃれって言われて、うん、違うなみたいな。うん、大人のって言われたうん、そうだけど違うなって、こう、大工が言うんですが。そうですね。で、その、 ガソリンさんの所長に、和太鼓とか、青森の津軽三味線みたいなやつだよなって、それってちょっとなる、ピントくるそうですね。ちょっとそんな感じはするよね。はい、それ、も日本の文化で言ったら、やっぱりその和太鼓とか津軽三味線とかみたいな、こう、力強さをすごい感じる音楽だなって私も思ってるので。うんうん、だって最初、川島哲夫さんのもね。そうです。そ一番,一番 <laughs> そ。ちゃんと勉強しようと思ったきっかけは、うん 最も激しい日本で最も激しいテナサックスプレイヤーと言っても過言では,言ではない, <laughs> い,い、ね。だって最も激しいプレイヤーたちとのバンドが多いですからね。ねう,ん、うん。森山拓夫さんのバンドとか超かっこいいバンね。そうそうかっこいいですね。もう男って感じのバンドだけどあ、そうですね。でもジャズって音量を下げて聞くとすごいおしゃれに聞こえるから。そうなんですよね。<う>和音とかはすごくおしゃれにできてるし。でも 僕ら、ボー的にもやっぱジャズ始めたのはやっぱ激しいからだったからそうですよね。うん、ロックからのジャズの人は大体そうな気がする。そうだね。激しいからやっぱり選ぶっていうとこあるんで、うん、まあ激しい音楽です、ね、まあここら辺はちょっと激しく多いですよね。うん、というわけで。で、まあ最後ガソリンスタンドでバイトしてるんですけど、<laughs> オイル交換してんのかなと思って、で僕ガソリンスタンドでバイトしてたんで。ガソリンスタンドってなんかこうね、あの、僕一応あの、 え、整備士の免許も持ってます。え、すごいですね。とあと、危険物の免許も、なんか免許、免許オタクなんで、いろいろ持ってますけど。<laughs> はい、器用な人です、ね。そうそうそう。で、うん 下に潜り込んでやるって、いや、あったような気もするけど、オイル交換って果たしてそうだったっけなみたいな。最近ジャケでペアってあげちゃうから。そうですね。あの、所長が持ってるのがオイルジョッキを持ってて、だけどオイルジョッキこれゾウさんみたいになってるんですけど、んなんかその、これビーカーみたいなやつを持ってますね。ーーねでも、ああいうジョッキあったような気もするんだけどなこれ、詳しい人いたら教えてほしいなみたいな。私もガソリンサンドで、学生の時バイトしたことあるんですけど、うん なんか匂いに酔っ払って、ふわふわしてたんで、全然そんなところ見てなかったです。うん。ガソリンスタンドは楽しかったけど楽しいですね。いろんな車。はい。うん。窓拭きがもう、私すっごい好きで。で、なんかあの、四駆とか大きい車来た時にタイヤに乗れるのとかも。気持ちいいよね、あれね。すごい気持ちいいです。あんなとこ乗っていいのみたいな。ピュンって乗ってこう、結構な運動そもそもちっちゃいからね。あ、そうです。乗らないと無理。そう、乗らないと全然届かない。 あの、オイル交換とかね、あの、ガソリンスタンドってさ、オイル交換とか、あといろんなこう、歪害収益っていうやつってあれ儲けるんですよ。んそんな、こんな話どうでもいいんですけど。すごい。<laughs> あの、要はガソリンスタンドって大体チェーン店だから、ガソリンの販売ですごく大儲けってできないんだけど、ガソリン以外なものを販売すると、あの、のそうなんですね。タイヤとかタイヤとか、あと、洗車あれだって、あ,はい、あの、水と、その、うん 薬剤だけ。かああ、そうですね。かかってないから。あれが一番ね、あの、要は、粗利益っていうのが多くてですね。<ー>なので、うん、僕はあの、ずっと、そこのガソリンサンドで販売ナンバーワンだと、ずっと。<laughs> そこでもそこでもですかそう,そうそうそう。いかに、<ご>い, <laughs> いかにボンネット開けてもらえるかごっこをしましたね。<laughs> なるほど。わあ、すごいな。そんなこと全然考えてなかったな。 まあでも楽しかった思い出ですがうん、うん、でもガソリンサンドでバイトとかいいですよねはいね体も動かせるし声も出せるし、ね、結構やっぱ外でで働けるから気持ちいいですよね、うん、もう今時みんなセルフだからねでも<う>たまに僕がよく行くところはセルフじゃないんだけど楽やっぱりうん、嬉しいですねああいうのね。うん はい、ジャズって熱くて激しく、激しいというのを激しく二人で同意したという激しく同意ですね。<laughs> めっちゃ同意、はい。なので、途中で2巻で出てくるんだけど、うん、こう、大君が女の子に、かまあ彼女になり、したい女の子に、そうです。こう 大きい音量で聞かせて、こここがいいいんだっていう話。うでこの間も多分第一話でも話したと思うんですけどぜひ一度試していいヘッドフォンで,で,、ね、いいォンで大きな音量で聞いてみると、うん、いろんなものが見えてくるかもしれないですね。は,い、ねはい。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。 チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。